一気に人狼来なくなったな。早っ。ハーフさんが、ハーフさんが一気に人狼来なくなったってちょっとメタ発言してさ。あ、ごめん、聞こえてた、あれ、ごめんね。放送してるからってことですよね。無慈悲の方向じゃないですか、これ。あ、これハーフ演技か、どっちだ。あれ、俺自動ミュートが遅れるからか、これ。ミュートになったの確認していったんだけどな、俺。人狼しばらく来ねえなって言ってました、ハーフさんが。マジで。あ、人狼しばらく来ねえなって言った。あ、全然聞こえてなかった、俺。開始直後言ってました。いや、そこはご想像にお任せしますね。あ、じゃあ、これ、ハープ白角で見ますか、これは。これ演技だったらな。これ演技だったら大したんだ。俺、騙される、それだったら。やべえ、マジか。俺、アイコンが赤くなったのを確認して。それ申し訳ないっす。あ、で、どうぞ、話、すいません、どうぞ。話というかさ、初手キルが多いから。ああ、なるほど、これ大丈夫ですね、はい。まあ、ハープさんのやつ精査できたんでよかったですね、じゃあ。もう俺は騙されます、わざと。そんな感じがあるから大丈夫だと思うけどな。やっぱ自分でミュートにするべきだな、俺。やらかしたな。まあそうなるわ。本当に心配。白角っぽい人が真っ先にこと。どこですか。あ、じゃあちょっといいですか。俺と社長無理です。研究室の方います。あ、今まさに停電を今直そうとしてる。俺ちょっとこ単独だったんですけど、ラボにいますね。あ、あの、俺も停電無視して研究室でクエストやってたんですよ。で、今社長がやってるクエストの場所に俺ちょうど行こうとしたら社長がいて、これが押されてます。だから俺は社長がそこにいるの見えてます。なるほど。だから社長はアリバイあります。じゃあ P さん、バスタンは、だ、俺の言ってることが間違ってなければ俺はそこにいるっていう証明になりますよね。え、じゃあ俺ちょうど来たの、その警報鳴るあたりらへん直後に重なったじゃなくて、重なる前、そう、暗闇でちょうど重なるあたりに社長がいたのを見たの。あ、じゃあこれに時間つかなくてどうぞ。僕は左下の方ですね。待って、ま、見たもんね。あの O2 付近ですかね。そうですね。O2 の下の部屋ですね。あの海賊船の部屋ですか。なんかペットボトルなんか水入れ替える。ああ、あれね、はい。あ、じゃあ近くにいたんだな。私もバイさんって、あ、そうなんだ、2人とも近くにいたのか。私もバイさんタスクしてた。そう、バイさんはちょっといましたね。じゃあ場所的に近いのは、じゃあ3人は、じゃあここその3人は場所的にちょっと近かったと。近いです。あ、そうそう、O2のところにいた、いた。ミーさんだ。タスクやってたからこっちから見えなかっただけか。で、俺完全にラボのもう右奥の双眼鏡ぐらいのところでしたね。ラボの、あの右上の建物ですね。あの星見つけるやつですよ、あれ、あの辺。え、いました。はい。え、社長いました、右に。え、あ、ちょっと押します、僕。俺停電直してる真っ最中です。今の感じだとペコッチさんはロケットあたりに立ってことですかね。
れ右上の建物って研究室ですよね。あ、そうです。あのそれであのスイッチを押すと助かりますよね。パチって移行するやつ。社長とボイさん見てます？それだったら問題ないです。いや、俺は P は見てないです。マジで。あれ、俺ボイさんいるの見てないな。あ、じゃあ俺も社長も見てないんで、一応ボイさんはアリバイは多分ない状態ですね。はい、まあそっちは2人いるから多分2人いるから二郎じゃない限りは多分大丈夫だと思う。そうですね。まあ、俺は社長がそこにいたって証明はできるんで、社長は俺の証明できないんですけど。で、俺はまあもともと1人でやってたって言ってたんで、最初に。まあ1人、俺目線だと1人しかいなかった。うん。あやこは誰に入れたんだ、これ。じゃ現状アリバイないの、俺とボイさんと、あとそっちの3人で誰か精査する感じなんですかね。でも場所的に俺ラボ側はきついと思いますけどね。俺ら3人が多分怪しいと思うんですよね。うん、だから今回は。だから O2 組が俺場所的に近いと思っていて。うん。そうですね。だからそれで言うと、分からんくないっていうのは。文化さんがいたんでしたっけ？攻めてるな。なんかその辺に近いですよね。社長の件はそんな言ってるわけじゃないから OK です。アイランとバイさんってずっと一緒に行動してたのか、その O2 付近で合流したのかだと。いや、ほとんど、いや、だからちょっと奥見てますね。途中から合流したみたいな感じ。ああ、じゃあずっともともと一緒にいたわけじゃない。いや、わけじゃない。で、僕は多分、オメガさん、あの、オフィスから始まったじゃないですか。うん。その後に、オメガさんとハープさんと左の方行ったんですよ。はい、はい。で、僕だけ最初にまず O2 入って、オメガさんどこ行ったかわかんないですけど、ハープさんなんか、アドミン出る入り口ぐらいで止まってたんですよ。はい。で、そっからウェルカム入ったのか。覚悟決めてたのか。これ誰もあのバイトとか見てないですよね。いや、見てないですね。開幕は見ましたけど。見ました、あれ見ました。いや、もしすぐだったら、死んですぐの通報だったら、もう完全にそこの3人で決め打ちできるんですよ。うん、決め打ちしちゃってもいい気がする。で、ただちょっとタイミングわかんないから、なんともです。見打ちしちゃうんですか、テヤさん。でも保留でいいんじゃないですか、一旦。まあそうですね、もう停電直したらして、これ精査しようないんで保留でいいと思います。まあまあまあ、いい感じで怪しんでくれている。誰か殺されるか。殺されてないね。あ、ちょっと。オメガ様一人でいる。これ黒い方もバイタルは有効的に使うべきなんだろう。自分が殺してないよ。うん。あ、誰も死んでない。ちょっと今から逃げ行こうとしたんですけど、はい、めちゃくちゃ怖いんでちょっと一旦押しました。はい、どこ行くんですか？右のラボら辺に立って残ってるのちょっと怖いんで押しました、一旦。なんで怖いの？なんかここでぶっ殺されそうなやつ。誰に？あ、だからキルクルがもう開けてるから、開けてると思ったからね。はい。で、孤立しても犯人されても怖いし、うん、殺されても嫌だし。俺も今孤立してるな。まあ、できればちょっと人とくっつきたいんだけど、うん、人とくっついてるとタスク進めるソフトどうしても遅くなっちゃうんだよね、これ。うん、そうっすね。怖いんで、一回リセットみたいな感じ。まあ、殺されてないから、現状いいんじゃないですか、まあまあ、いいボタンだと思うよ、これ。殺されてるの確認したいから。うん。2つ話したいことあるんですけど、いいですか？どうぞ、はい、どうぞ。さっき気になったのは、ボーイさんがなんか O2 組の3人がまあほぼほぼ怪しいんじゃないかみたいなこと言ってたじゃないですか。はいはいはい。まあプラス、まあそこにテアさんもまあ含まれるのかなと思ってて、でプラスそこにボーイさんも含まれると思ってるんですよ。あ、まあそうですね。アリバイないですか、ね。
あさかも自分が白でなんか。まあ、アリバイはないんで、だろうってのは気になります。言ってる通りだと。ああ、なるほど。まあ、ちなみにそれは、あれですね、バイタル見てた時の前提です。バイタルを見てて、要するに死んでから通報までの時間が少なかったら、あの大津組が怪しいんじゃないかとは言ったんですけど、まあ、そもそもバイタル見てる人がいなかったので、まあ、それは忘れてくれて。ああ、そういう前提があったんですね。なるほど。はい。大津組があったのが見てたんでしたっけ？それはまた別なんですよ。社長が白いのは俺が言った位置とその社長が言った位置が合ってるからですね、単純に。で、社長がアリバイあるからですね。俺のアリバイないんですけど、社長のアリバイができてるんで。うん、なるほど。まあ、いたこの話は多分そんな他掘りする必要ないと思ってて、俺は。一旦で、さっきの殺人で社長は白です、とりあえず。で、俺も一応その報告はしてるんで、白目に見てもらえたら嬉しいなぐらいです、俺は。はいはい。で、もう一個あって、さっきリアクターなったじゃないですか。はい。あれ右側って誰も行かなかったんですか？ああ遅かったですね、確かに。俺ずっと左で一人で押してたんですけど、すいません、完全に任せてました。俺と文化さんと手浅の左で右はあやたんと僕押したんですけど、なんかあやたん押すの、いやこれ疑いたくない、リアクターで疑いたくないんだけど、ちょっと押すの遅かったなって見えちゃったんで、まあ、うん、うん、一旦どうしますか、押します、このままクエストこのままでいい、はい、いいっすね。いい感じにあやたんさんが怪しまれているので、僕は役目が終えました。もう一人わかんないな、誰も死んでない。お、停電中にやるのか。あ、やったね。あ、やった、さんの動き怪しすぎる。やっぱ社長白だったんだ。はい、ですね、これ、左のあのまた海賊船のあのハンドルのところ出たところぐらいです。だからさっきのハープさんの時とはまあちょっと、まあ、ほぼ似たような場所です。なるほど。はい。はい。今停電中、研究室な、え、研究室やってる。はい。ラボで誰かとすれ違ったんですけど、本当に停電って見えなかったんですか？それ誰かわかります？あ、僕でかもしれないです。あ、バイさんが停電直しに行こうとしてる。あれ、バイさん無理じゃね？なんかバスターさんにいた気がするんだよ。だって標本室にいるじゃん、今俺とバイさん。さっきはありましたけど、今脱出してます。そんな早く脱出できないでしょう。あ、でも脱出してくるの見てもらう。ああ、そういうことか。なるほど、なるほど。スペシメンだ。なるほど。スペシメンか。あ、了解です。はい、それはじゃあバーイさんと僕ですね。あと僕です。はい、直近であればその3人は無理な気がしますね。弁当使っても、あ、弁当、うん、でもちょっと遠いですかね。文化さん、バーイさん、バスさんですか？はい、うん、難しいのは、はい、わかりました、うん、ってことは、オメガさんか俺かテアさんかやこれまたエレキ入るあたりにいますね。はい、オメガさんは自分もそこ。ああ、じゃあ、オメガさんとテアさんは2人くっついてる。オメガさん見えなかったけど。私もエレキ手前。テアさん、エレタさんは ?3 人ともエレキ手前らしいですよ。なるほど。あれ、ボイさんどこでしたっけ？ああ、そこの間か。俺、あの、下の扉、また閉まってて、開いとかなんかしてんで、出たら死んでました。で、それまでは俺、あの、左下でペットボトル貯める、助けてました。10秒前になったら、もう一回押すか押さないか決めましょう。いや、押さないでいいんじゃないですか。タスクで、タスクでいいと思うけどな。じゃあ、タスクで。はい、なると、はい、6人になっちゃうんで、7人では釣らない方がいいです。今、俺目線だと、バイさんがだいぶ白いな。あの場面殺せてたしな、俺のこと。まあ、俺とアヤコが浮く感じなんですかね、そうなると。あ、オメガさん、オメガさんとティアさんも一緒にいたから。あ、ティアさんもじゃないですか。まあ、文化さんちょっと白よりは。お互い見えてないですけど。
ライトが来るかな。うん。ええんやないか。ええんやないか。これ社長なんか言ってるかな。名前黄色くなってないな。もう一人わかんないな。ああ、そこの二人なんだ。いや、オメガさん下行け。よし。マジで？どこで死んだんだ？これバスター今ラボにいますよね。あの研究室いますね。ああ、右上のオメガさん殺しました、ね、今。オメガさん殺した？はい。ああ、見てました。それナイスだな。停電して見えなかった全く。これナイス。いや、オメガさん今ワープしたから殺してた。あやさんもいた気がするけど、でもこれ先に行ってたから。ちょっと待ってください。あやこ目線を聞いていたか。4人固まった。そこが二郎なんだよな。そうですね。ああ、そういうこと。4人固まってたっていうか。あれ、なんか停電っぽかったじゃないですか。なんかそれでも結構近い、本当一緒にいた感じなんですか。いや、本当すれ違った瞬間にオメガさんがシュッてなったんで。ああ。これ、あやこも近くにいたと思うんだけど、あやこも近くにいたと思うんだけど、全く見えなかったってこと。いたけど見えなかったのね。じゃあ、俺はオメガさんいますね。まあ、テヤさんかオメガさんでしょ、ね。まあ、そこに一郎いる。いや、どっちだ、わかんねえよ。オメガさんつったと、俺、ローラーでも構わないです、そしたら。なるほど。なるほど。まあ、オメガさんが結構強気だから、ブライオンでだったと思うんだよな。テヤさんの言い方、白っぽいんだよな。それだとこれ停電であれですよね、まだ消えてないですよね。直しなきゃすぐ。あ、そうですね、消えてないです、ね。じゃあもう一回すぐ多分押せますよね、誰か殺される前に。あやたんさんな気がするって言ってますけど、おめやさんは。いや、絶対おめやさんですね、これ。で、おめやさん、あやたんな気がするんだ。あ、じゃあちょっと整理しますね。てやさん、おめがさん、あやこが3人いました。で、てやさん目線はおめがさんで、おめがさん目線はあやこで、あやこ目線はわからないっていいですか。いや、これテアさんとオメガさんつる流れにした方が。でオメガさんさっきテアさん確定じゃないですかって言ってたじゃないですか。それで白っぽいっていうのはちょっと変わっちゃってるから、ちょっとオメガさんだったら変わんないと思うんだけどな、俺。ちょっと俺はオメガさんに入れたんで、まあ別にその後俺ローラーで釣ってもらっても構わないです。でも二郎いたら終わりだよ。多分テアさんだいぶ白いと思うんだよな。マジで言ってる？いや、これオメガさんとテヤさんローラーして二郎残ってたら終わりますよね。ああ、そうっす。あ、そっか、5人だから。いや、もう二郎残ってるから。いや、終わりますよ。1キルで終わるんで、もう負けです。負けなんだよな。これもう負けなんだよな。ハハハハ。山村さん、あそこが二郎だから。はい、ちょっと一応押したんですけども、これどうします？俺はテアさんだいぶ白いのかなって見てます。理由が、はい、いや、まずいな。だったら、勝てる場面で俺からでもいいんでって言わないと思うんですよね。はい、そうなっちゃうんだ。ってことは、そうなってくると、あやこ。あやたんさんは伝わる。いや、あやたんさんわかんないけど、オメガさん俺割と確定でいいと思う。マジで？なるほど。で、テヤさんを投票すると、まあ、釣るか釣らないかって話ですね、今は。まあ、いや、この場面に色残ってたら負けだよ、バスだ、うん。俺だいぶ白いと思うけどな。別に俺はいいですけど、釣ってもらっても。釣ってもらってもいい。なかなか強気ですね。いや、もうこれは自信あります。見たって言ったら釣ろうと思ったんですけど、結局そこ見えてないんだったら。そうなると、じゃあオメガさんがあやたんさんじゃないですかって言ったってことは、これオメガさんがオオカミだったら、でも3人固まってって、そこで仮にオメガさん殺すんだったら、2人に見られる危険があるということで、
これもしかしたらオメガさんがもう自分釣られるから、うんまあ、俺もそれだと思いますね。とりあえずこれ綾子とオメガ二郎ラインもあるんじゃないかな、うん、その多分あると思うんですけど、多分そこあれ出しは多分ないと思うんですけど、出しはないけどちょっとまあでまずテラさんをどうするかどうする、釣るか釣らないか決めた方がいいと思います。俺はどう思います、文化さんこれ。でもバスタ無線だとテラさんはゼロポイント。まあ釣った方が安泰です、釣った方が安泰です、間違いなく。でも俺結構テラさんが停電消しに行ったりとかいろいろしてるの見てるし、そのさっきの場面で勝負仕掛けてきてくれてるんで、それ人狼に得じゃないこと結構やってるんですよ。なるほどなるほど。で俺は手屋さんだいぶ白く見てます、俺はそういう意味でも。まあスリップでいいんじゃないですか。じゃあ俺はなんか手屋さんを危ない方向で考えてます。ただ一人でも釣りたいっていう人がいるんだったら絶対負けたな。いやスキップでいいますかね。じゃあスキップで、はい、僕タスク終わったんで、まあ、ありがとうございます。俺ちょっとまだタスク結構残ってますね。まあちょっともうマジかこれ、俺が死んでタスクサクッとやった方が早いかも。いやいやそれはちょっと厳しい。その人数だった。いやようやったなこれ。これ二郎残ってる線は追わないんだ。二人殺されて終わりだね。やったよ。動画しろや。動画しろや。ああ。やべ、オメガさん来ちゃった。ちょっとオメガさんのせいにしちゃうと思って。そうなったな。やった。そこの二郎は追わないんだ、みんな。ここの二郎か。ここの二郎だったのね。いやー、結構すごい白寄りの動きしてたからな。いや、手屋さんがもう全くちょっと白寄りな感じになってたから。いや、だってだいぶ白い行動してて、メリットないでしょ、あの発言だってもう。あやた怪しい、あやた怪しいってなってたのに、なんかここに来て釣られない流れに。そう、俺はね、俺はあやこちょっと怪しく見てましたね。見てたけど、なんかちょっと流れ的に押し切れなかった。あやたあれリアクター押さなかったよね。絶対止まってたよね。あ、そういう話あったのか。俺全然覚えてないね。